さてと、あの兄弟のお母さんはロボット山の奥まで行くって言ってたかな。なぜそこまであの兄弟に肩入れするのだ。お母さんがいない寂しさは僕たち兄弟も知っているから。はい、お疲れ様です。山です。ニアレプリカント続きやっていきます。さあ、あの2人の、兄弟のね、母親を探しに行きましょう。多分ここから行けるよね。スタート地点入ってすぐのエレベーター。多分。あ、行けるね。さあ、来た。B1 ということで強くなっ、めっちゃ来てる。敵が強いんだよね。おい。こんだけ、あ、確かに強いやつがいる。ただその分、強化に必要なチタン合金とか落としてくれるんじゃない？出ない。出ない。ああ、まあまあまあ、そんな広くないし、一本道だね。アドマンチ。落ちた。はい。壊れたもん。うわ、めっちゃ来てる。うわ。やばい、止まんない。コンボプラス魔法チャージ。こういうこと？はい。やばい、待って。やばいやばい。来んな。来んな来んな。オッケー。いいね。素材を剥ぎ取るって操作をしなくていいから、動物とやるより楽かもね。あー、ってことは、金策はこういうとこの方がいいのか。おー。真ん中ね。はい。金策はこういうとこでやった方がいいかもね。ん？あ。置く。はい。投げる。壊すんだね、壁を。うい。さあ、来た。これは、また別のシューティングゲームですね。トロッコに乗ってる間、魔法をね、発射することができ、発射する方向を操作できます。トロッコの前方に移動している間は速度が上がって、後方に移動している間は速度が下がります。こんな感じ？どうなんだろう？すげえ。あ、いた。基本は単発打ちだよね。まだ大丈夫。レベルアップ。マジか。ここではい静かに落ちてってるね。あ、ここから出てきたのか。お前やばい。激しくなってきた、なんか。危ない。OK。そんなになんか後ろいるけど。いいや。ゴール。アトラクションだよね。オッケー。お前は本当に信じておるのか。あやつらの母親が本当にこんなところまで来られたと。1週間以上もたった一人で素材を探し続けていると信じておるのか本当に。我が思うに母親はきっともう生きてるよ。信じなきゃ奇跡だって起きない。奇跡か。うん。まあわかんないっちゃわかんないよね。そのね、うん、まあ何らかの怪我を負って、どっかでね隠れてる場合もあるし、まあわかんないよね。ただ状況としてはかなり絶望的ではあるよね。確かにしばらく近接を振ってないっていうのがねそれはちょっと気になるけど、まあ、別にいいか。おお、ん、爆弾とかういえ、あ、この先か。こっちはいけないんだね。で次は投げると、これん一瞬蹴れたんだけどちょうどいいとこに投げる。届く？おお、いけるんだ。まあ、この空中ダッシュと二段ジャンプはどう説明するんだろうね白の書の影響じゃないよね。単純に主人公がすごい。はい。薬草はいいかな。さあ、いかにもな場所に来ましたね。どうしよっか。あ、これ使おうか。ちょっと待って。このさ、力の種とか、30秒間強化できる経過。いいんじゃない？いいんじゃない？ OK。じゃあ行こうか。ここぞという時に攻め時とかに使ってもいいかも。まあ忘れそうだけど。非常に不穏であるな。人間のいない場所で機械だけが残っておるのか。何これ。壊れた機械か。ちょっと大変そうな敵だね。やべえ。あ、ジャンプ。周囲に気をつけろ。気をつけろ。見えない。はい、ジャンプが出ない。なんだ、出にくいんだけど。おお、マジか。危ないよ、シロ。ちょっと待ってね、魔法変えるわ。プロの手じゃちょっと届かないもんね。あ、やり強っ。綺麗に掃除していくね。次。おい。まだ来る。まだ来る。あ、追っかける系か。おい。いいんじゃない？潰されるでないぞ。逃げよ。分かってる。まだ来る？よくぞやった。オッケー。手のかかる機械だ。またなんか違うのが出てきた。めっちゃ来る。あ、弱い。そうすれば先はないようだな。弱いね。弱いぞ。素材も吹っ飛んだ。マジか。あ、これ爆発判定あるんだ。はい、めっちゃ来るけどそんなでもない、まあ近寄らなければ。なんか来たよ。やべえ、素材がうまいぐらいあるね。素材取るわ。奴の頭部には魔法攻撃が効かぬようだな。マジで？ん？あ、ってこと？砲台の爆弾が残ってる。やばい。ちょっと待って。はい。よし。聞いてる。口の中か。本当に見たままの弱点なのだな。確かにね。あ、やばい。白のさ、いちいち感想が面白いかも。本当に見たままだな。また口開けた。爆弾を食らえばさすがに効くである。はい、どっかで聞いたような戦い方だけど。分かった。負けるか。いいぞ。ダメージは確実に与えられている。うわ、マジかマジか。やべえ、連続してくらうのやめてくれくれないか。おい、こいつからももらえるんだ。黒の防食、防食。どっちかだね。あ、魔法弾を吸収します。はい。ガードタイプね。まっすぐで。どっちから来たっけ？あ、こっちから来たんだね。はい。ね。あー、女の人もう死んでる。あやつらの母親であろう。一人じゃなかったんだ。男か。大きなカバンに綺麗な洋服、お金もある。どうしてこんなところにこんなものを？子供たちを捨てて若い男と逃げるつもりだったようだな。そんな奇跡は起こらず、最悪の真実が待っておったな。あやつらには何という。ねえ、生々しいというかね。ねえ、すごいね、これは。これは化粧瓶？バラの匂い。これだけでも届けよう。うわ、辛いね、やっぱ。弟に。お母さんは？ああ、そっか、選ぶんだ。多分ね、俺、プレステ3版と同じ選択選びそう。どっち選んだか忘れたんだけど。それを伝えるのはお兄さんの役目なんだよね。ちゃんとこう、多分今は理解できないだろうから、し、受け止められないだろうから、見つけられなかったって言っといて、お兄さんに、まあちゃんと伝えといてみたいな。まあそこまで融通聞くのかわかんないけどね。ゲーム側として。でも多分分かってくれるよね。見つけられなかったって言っといて。ごめんね。見つけられなかったんだ。うん。婿探したの？本当に探したの？役立たず。ほら、せっかく皆さんがお前のために。いいんです。怒らないであげて。僕はいつまで待ったらいいの？お母さん！母さんは一人で死んでましたか？いいんです。分かってます。教えてください。母さんは好きな人と死ねたんですか？遺体は2つあった。よかった。何？母さんはもう俺たちのことでイライラしたり悩まなくて済むんだ。これでよかったと思います。許せるの？俺は母さんの子供だから。俺の母さんはあの人だけだから。この瓶拾ってきたんだけど。これは母さんの香水だ。母さんの匂いだ。こんなのくそ、なんで涙が出るんだ。泣いちゃダメだ。こんなところ弟に見られたらくそくそ。これでよかったのかな？ありがとうございました。本当にいろいろありがとうございました。これでよかったのだ、きっと。そうだね。いやー、ちょっと辛いな。なんかゲームのさ、クオリティが上がりすぎてて余計なんか揺さぶられましたね。あ、終わった。いやー、辛いねこれは。プレステ3版の時も多分似たような感想だったんだけど、魔物が出ているっていう崖の村に行ってみようか。ああ、そうね。あるいは封印されし言葉も見つかるやもしれぬしな。はいね、そうですね。まあ最初はその旦那さんがいろいろやってたんでしょうね。素材の調達から、加工までして、販売は奥さんとか子供にもできるだろうから、そういうところやってもらってみたいな感じで家族で、切り盛りしてたんでしょうけども、旦那さんがね亡くなって全部多分その今までやってきたことが奥さんにね一気にのしかかってきて、10月、責任とかねがやっぱね負担になってたってとこでしょうね。そのなんだっけ、弟にイライラしたりみたいなの言ってたよね。だからそういうところでも自己嫌悪とか感じちゃったりして、だから相当辛かったんでしょうね。でそういうところに、一緒に倒れてた男性、どういう経緯か分かんないけど、駆け落ちじゃないの、こういう場合なんて言っていいのか分かんないけど、結果的にはねその息子2人を捨ててその男の人と、自分の幸せを求めようとしたってところですかね。はい。傍から見れば子供を捨てたね、あんまり良くないあれも見えなくはないんですけども、実際そうなんでしょうけども、そのお兄さんからしてみればようやく母親が幸せを求めることができたというか、幸せになれたのであれば、大切な家族、自分たちをねたった一人の家族として嬉しいっていう思いもあったのか、そのね捨てられたっていうことで悲しい部分もあるけど、これでようやく解放されたっていう、よかったなっていう思いもあったんでしょう。だからすごい複雑な思いだったっていうところかな。最後は残念な結果にはなってしまったんですけどね。はい。何がっていうと、これがまだね、数時間、ゲーム始まって数時間の出来事なんですよね。はい。で、俺選択肢的に海岸の町へ行ってからこっち来たんで、場合によってはこっちに先に来るルートもあったんですよね。だから、もう2、3時間でこの結構な重たい話をね、経験するっていう意味ではこのゲーム結構ね怖いですよね。はい。これが序の口なのかとかね考えちゃうところもあるけどね、なんつったってもね DOD のドラクオンドラグーンのね、系譜のゲームですからね。はい。ちょっと危ないよね。はい、ということで、じゃあ今回これで以上で、次回崖の村に行って魔物を退治しに行きましょうかな。はい、それで行きます。はい、以上です。ありがとうございました。